スって少し子供っぽいかな。でも時にはおとぎ話の始まりになるのかもしれない。29日、さあ不思議な冒険へ旅立とう。
ある日、それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。私はエリシア。見ての通り、見目麗しい少女よ。星と月が神の娘を送り、彼女は人の伴侶になろうと決めた。そして今、終焉がやってくる。エリシアの楽園はお前の息子。記憶体は過去の原因を余分なデータを積み重ね、私は永遠に存在する。幕引きだとしても、英傑たちの物語はキラキラと輝いててほしいの。私たちは存在して、抗って、必死に生きてた。そして今、帰る時がやってきた。どうか私の矢を、花を、それから私の愛を神聖の種にして、枯れた大地に持っていって、そして永久に無垢の人間性の花を咲かせましょう。私の名はエリシア、最初の律者、人の律者よ。
悪いけど、がっかりさせることになるわ。エーゲ地たちの閉幕は盛大で美しくないといけないの。二人だけだと少し寂しいわね。そうでしょ、愛しいエーデン。そうね、エリー、始めましょう最後の舞踏会よ。もう一人の私、どうしたの？じゃあ言ってみて、ゼーレにとって私は何？あなたは…はぁ、めんどくさい。ほら、あの子は友達と名前で呼び合ってる。あなたはどう？あなたは名前すらないのに。名前のこと気にしてるんでしょ？私たちは平等だから名前であなたを呼びたいの。もし好きな名前があったらゼーレに教えてほしい。いつかその日が来るって私は知ってた。いつかあなたはこの体にある力を全てコントロールできるようになる。ゼーレの気持ち私はちゃんと分かってるんだから、その日が来るまであなたが傷つかないように
私は全力であなたを守るわ。だって私たちは同じ存在だもの。私たちはセイリだもん。どうしちゃったの？変なものでも食べたかしら。でも食べたのは私じゃないし、やっぱあのバカのせいね。まだ教えてくれてないよね。前に聞いたでしょ、好きな名前は。ゼーレ。キアナちゃん、あなたに出
一緒にいろんなことを経験して、たくさんの思い出を作れて、私は幸せだった。もし、あなたを助けることが罪なら、その罪は私が背負う。私は暗闇に向かい、代わりに、あなたを光に戻す。悲劇は終わりではなく、希望の始まり。あなたもそう信じてるはずよね。私たちが作った記憶は消えない。私たちが残した感情も消えない。それらは私の体に消せない痕跡として残り、未来までずっとずっと語り継がれていく。あの日、あなたは私に手を差し伸べてくれた。その手を掴んだ時から私の運命は変わった。あなたは私の人生の中で一番大事な人。
ちゃんと思い出して。あなたは君には君をよく知り、よく理解するものが必要だ。旧友たちに会いに行くかもしれない。私が生きてるとしてきっと驚くでしょう。君はフワとは違う。私は過去のフワよりもっと良くなったフワです。どうしてあなたたちは過去にすがる？どうして邪魔をする？どうしてあの役立たずを助ける？そもそもあなたたちは敗者のくせに！あなたは全く新しい存在です。律者に生まれたのはあなたのせいではありません。だから力を貸してほしいんです。まあいい、僕年人には一つ借りがある。ずっと借りたままなんてごめんだ。私の言葉を繰り返して。式の律者様、万歳。私たちは自分らしく本当の自分になれるんです。一つ質問しても、どうして大巨山に行くんです？家と呼べる場所に行ってみたい。そこに行ってみて帰る場所があると分かれば自分のことを受け入れられると思います。あなたが私を見下してることも知ってます。あなたが心配です。私の知ってる限り、融合戦士の寿命は普通の人類よりはるかに長いです。もし選べるとしたら、あなたは新起源の人類が自身を守れるようになるまで千年でも万年でも見守り続けていくつもりですか？
そうしたいとは思ってますが、残念ながら私にはできません。私はただの戦士です。その問いに関しては、すみません。想像だけでその重さを感じることはできません。私はたくさんの裏切りと嘘を味わいました。信じてくれた人も私のせいでいなくなりました。どれだけ努力しても歳月の流れにはかないません。結局私は一人ぼっちです。Life blooms like a flower, far away or by the road, waiting for the one to find the way back home. Rain falls a thousand times, no footprint of come and go. You who once ran by, where were you?I feel your silent breath in the last blow of wind. Not yet for the story on the last page is not the end. Life blooms like a flower, far away or by the road, waiting for the one to find the way.それを考えられるから焦る必要はないわ。ソチが世界のために自らを犠牲にしようとしても、きっと世界よりもソチを大事に思う人が現れるぞよ。私は本物のあなたを知っています。あなたは素晴らしい人で、そう、ヒーローなんです。キアナ、カセラナ家の戦士は全てを犠牲にしてでも誰かを守ると。
お前のそういう素朴な理想や初心を忘れないところが俺の一番の自慢だ。世界は混沌としている。何も知らないまま生きること。英雄は迫害され、お前はこの道を選ん、悪は力を増す。こんな世界なんかに最初から本当の救済なんて存在しない。美しくないのは当たり前、でも諦めちゃダメだって、世界はそんなにひどくないって教えてくれる人がいた。心配しないで、キアナちゃんはもう光だけを追いかける子じゃないわ。私は彼女の理想を。今のあなたは彼女たちの理想を背負って他人を照らす炎を進み続ける。この完璧じゃない物語を私たちの望み通りに変えてみせる。ヘクトールは王国が陥落することを知り、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解していた。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。この最初から悲劇だと決まっていた物語では、誰もそのことに迷ったり動揺したりしていなかった。彼らがそうあったように、僕たちもそうである。
病気は治ったから、あなたが月から戻ってきたらずっと一緒にいられるって言ったけど、あなたはその度に私が嘘をついていると知りながらも私を信じてくれていたのね。僕は彼女に人々に約束をした。どれほどの対価を払おうとも人類と崩壊の戦いを必ず勝利に導くと。鳥はなぜ飛ぶと思う？それは飛びたいからだ。しかしありえない。なら君の答えは？飛ばないといけないからだ。白亜紀に終焉の隕石が落下した結果、自由な鳥たちだけが滅亡の定めから逃れられた。墜落するために飛び上がる人間もいるのだと。ずっと僕の自己満足だ。僕が諦めないのは必死になってないからだよ。僕はね、気にしないんだ、崩壊とか人類とか。もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのなら、ケビン、あなたはどうするの？選択も存亡も関係ない。今万人の理想が大いなる願いと来るな。これが救世の命。梵天百獣、この身に加えゴーマが深淵に至り救世が剣を来い。今回僕は自分の命を重厚に押し込み、君たちが全てを超えられるように。
your friends are going away, will you wish them to remember your name? When good old days are passing away, will you promise your heart remains the same? Never can we suspend the time, having to leave the tracks behind. There is a longer way ahead. おとぎ話は語り継がれて美しくなる。それは去ることなく若葉の中で輝くの。聞いてくれてありがとう。あなたの旅に陽光と雨粒がありますように。